皇帝フェルディナント一世の手に落ちたトランシルバニアを、サルイザベライザベラやギエロンカは、ハンガリー王サポヤイアーノ氏の日、ポーランド王、ジグムンと一世と、その二番目の妻、ボナスフォルザとの最初の子供として生まれ、ポーランド宮廷の両親のもとで少女期を過ごした。イタリア人の母親は娘にイタリア語と洗練された、ルネサンス文化を教え込み、 そのおかげでイザベラは四カ国語を操る教養ある王女に育った。1539年、イザベラはハンガリーの王位請求者サポヤ・ヤーノ氏と結婚し、翌1540年7月8日に息子のヤーノシュ・ジグモンドが生まれた。ところが、息子が生まれた2週間後に夫は病死し、この時よりイザベラは国王の未亡人として幼い息子の王位を守るための戦いを始めることに、 なった。夫サポヤイの王位は、ハンガリー、国民の総意で選ばれた正当なものだったのである。1541年、ハンガリーの首都ブダが、オスマン帝国に占領されると、イザベラは、スレーマン大帝の命令で、トランシルバニアに赴き、まだ幼児の息子と共に、同地域の支配者となったが、実際の政務執行者は、ジョルジョ・マルティヌッツィであった。 1551年の夏、ニールバートルで結ばれたアルバユリアの和訳に従って、旧敵フェルディナント一世がトランシルバニアを占領すると、イザベラはこの地を離れることになった。伝説によれば、イザベラは、逃避行中にメシェスの縄文で休息を取った際、古い菓子の木の皮に、自らのモットーの略字、SFV を刻んだ。これは、これぞ、運命の意志という意味である。 1556年の秋、イザベラはハンガリーにいる同盟者たちの求めに応じて、息子と側近のチャーキー・ミハーアイを連れて、再び、ハンガリー領に入った。チャーキーの助けを得てイザベラは、トランシルバニアに、行政府を組織し、新国家を建設した。彼女はこの国家を1559年に死ぬまで、一人息子やアノシュジグモンドと共に統治した。ありがとうございます。